こういったノズル周りとか、あと先ほどトイレ尿石落としジェルをここにつけましたけれども、その後ですね、しっかり拭くときにシュッシュッシュッと拭きかけてペーパーで拭き取るということをしておりますね。今回は私がトイレ掃除をするとき、なくては困るというぐらい好きで愛用しているトイレ掃除用お掃除グッズを10個紹介します。8個目なんですけれども、8個目はですね、こちらですね、フル歯ブラシです。例えばどんなところに使うかというと、これまで何度もご紹介してきてますけれども、こういったノズル周りの隙間にですね、汚れが溜まりやすいですよね。そういったところを掃除したり、あとはここの水が出てくるところの穴ですね、そこもですね、中までしっかり入りますから綺麗に掃除ができますよね。あと縁裏もですね、こんな感じで首のところを曲げていただければですね、ぴったり当たりますので、しっかり掃除ができますよね。ブラシ洗いするというだけじゃなくて、洗剤をですね、こう塗りつけるという役割でも使っています。あとですね、便座の内側にですね、溝があるんですけれども、そこを洗う時にも便利ですね。あとこういったですね、便座裏に洗剤をつける時に、お掃除用のマグカップに液を入れてですね、そっからこう液をつけていくというやり方もしたりします。では次、9個目ですね。9個目はこちらです。スプレーボトルです。これ何に使うかっていうと、ここにですね、普通の水道水を入れてすすぎに使ってます。こういったノズル周りとか、あと先ほどトイレ尿石落としジェルをここにつけましたけれども、その後ですね、しっかり拭くときにシュッシュッシュッと拭きかけてペーパーで拭き取るということをしておりますね。あと最後の10個目なんですけれども、こちらです。トイレットペーパーです。便器の中の汚れがですね、本当にひどくない時はですね、トイレクイックルじゃなくてトイレットペーパーを長めに切って小さく折りたたんで、そして手袋をした手でですね、直接持って洗うということもですね、結構しますね。トイレクイックルだけではちょっともったいないぐらい汚れが少ない時とか、あと一箇所だけ洗いたいっていう時にはですね、やっぱりもったいなく感じますから、トイレットペーパーをよく使いますね。あと水気を拭き取る時にもですね、使えますね。先ほどここすすぎで水滴がついてますけれども、そういった水滴をですね、こう拭いたりする時も使いますし、便器の中の水滴を拭く時にもですね、使ったりしますね。それとですね、ペーパーシップをする時も使えます。例えばですね、ここの便座のこのクッションのゴムの素材のところ、ここ汚れがつきやすいですよね。そこにトイレクイックルで拭いただけでは落とせないような頑固めの黄ばみがついた時はですね、トイレットペーパーと、あとは最初にもご紹介しましたキッチンハイターを使いまして、そしてシュッとスプレーしたら、もうこうすぐにですね、ペーパーでこんな感じでシップして、このような感じで15分から30分ぐらい放置して黄ばみを落としたりするということもですね、稀につくこともありますので、そういった時はですね、こういったやり方をしております。はい、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。